皆さんこんにちは、トイマックスです。今日は不思議な水玉、手でつかめちゃう水玉をやってみたいと思います。内容物はこの A の粉と B の粉です。その他に用意するものがボール、紙コップ、計量カップ、お玉、割り箸、水400、お湯40度で50ミリ、あと水彩絵の具を少しだそうです。はい、まずボールにこの A の粉を用意します。A の粉をボウルに入れます。はい、そして次に水を400ミリ入れます。少しずつ入れるそうです。回していきます。次にこの B の粉と約40度のお湯を入れます。この割り箸はその A の粉をかき混ぜた割り箸ではなく、違う割り箸を使ってください。よくかき混ぜます。本来はダマがなくなるまでやるんですけど、すいません、ちょっと一気にお湯を入れすぎてちょっとダマが取りきません。そして色をつける場合はこの水彩絵の具を入れていきます。ちょっと今回は青色を入れていますね。はい、こんな感じになりました。次はですね、最初に作った A の粉を入れた水にこの B の粉を入れた水を計量スプーンを使って入れていきたいと思います。入れるみたいですね。はい、1回目は失敗しました。そしてゆっくりとかき混ぜていくそうです。
分ほどかき混ぜるそうです。はい、5分ほど経ちました。すいません、ちょっとお玉がないので、ちょっと手でいっちゃいますね。お、すごい、プルプルしてる、すごいプルプルしてる。違うのをちょっと取ってみよう。ちっちゃいの。お、すごいな、飛ぶよ。これ強く握っちゃうとちょっと破けちゃいますね、これ。だから優しく握ってください。見えるかな、なんか生コンビ、こんな感じです。すごい。皆さんもよかったら試してみてください。ありがとうございました。バイバイ、またねー。